明かりは持ってるけど、暗いな。あの3人、怖がってないといいけど。て、ダメダメ。今は儀式に集中して、巫女になりきらなきゃ。よーし、まずは鬼の。あ、イブキ来たね。村の人々への悪さは、この私が。た、助けて あれ、あれ、早く追い払ってあれって、ま、まさか、本当にお化けだはぁ、あ、はぁ、あ。もう、待ってよ。えまさか、ダリアさんを追いかけてたのがサオリさんだったなんて。迷子になっちゃって。 誰かと合流しなきゃって探してて、ダリアを見つけたから声かけたのに、逃げられちゃって。ご、ごめん。まさか、そんな事情があったなんて。尻尾が見えて、狐だろうって思ったら、人の言葉喋ったから、驚いちゃってい。いや、私の方こそびっくりさせちゃってごめんね。でも、なんでサオリさんは迷子に 私が行くまでポイントで待機の予定でしたよねそれがく暗くて何も見えないよ伊吹さんが来るまでここで動かずに待ってればいいって言われたけどずっとこんなところで一人で待ってるなんて無理だよえい今の風だよねただの風で ゆ、幽霊の声なんてことは。い、今のも違うよね。ちょっと人の声に聞こえたけど、きっと空耳。じゃない喋ってる 本当に怖くて、じっと捨てられなくなっちゃって。ひ、人の声がしたんですかそうなのそれもいろんな方向からたくさん。ま、まさか、本当に院長さんの娘さんの言った通り、この山には入っちゃいけなかったんだよう、二人とも落ち着いて院長さんだって気にしないでって言ってたじゃないですか それに本当に幽霊かどうかはえな何今冷たいものがあーあーそさ沙織さん一体なななななな,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 なんかなんかいる何あれ人玉こ…こっち来てるこっち来てるよ伊吹さんおい払ってその だってできないことはあるんですよで、すよも神主の娘だし巫女服着てるし何かそれっぽい力とかごめんなさいごめんなさいごめんなさいあちょっとダリアさんまままま待って私を置いていかないで